宮崎カントリークラブで行われています。今シーズンの最後のメジャー大会、そのセカンドラウンドです。2日目首位でスタートしました渡辺彩香、序盤ボギー4つと苦しみましたが8、9バーディー、そしてこの12番でもバーディーパットを沈めます。ティーショットに今日は苦しみました渡辺彩香、ただ18番そのティーショットをフェアウェイに打ちましてセカンド、このセカンドショットがピタッとピンに寄せてきます。このホールバーディー、優勝争いに踏みとどまった渡辺彩香です。そしてこの最終戦初出場の堀琴音、9番パー5のこの3打目です。見事なチップインイーグル、インパクトを残したこの2日目でした。そして優勝経験もありますこの大会、地元宮崎の大山志保、パー5の9番のセカンドショット見事に2オンに成功、イーグルチャンスにつけてきます。ここからのイーグルパット、これは惜しくも入りませんが、この後バーディーでこの日最初のバーディーを9番で奪います。そして10番でもバーディーを奪って迎えた13番、この長いバーディーパット、難しい高麗グリーン完璧に読み切りまして、右手ガッツポーズ、今日3つのバーディーを奪った大山志保です。そして鈴木愛、11番でここからのバーディーが来ます。見事なチップインバーディー。鈴木も今日2つスコアを伸ばすことになります。この17番でした。このパー4のセカンドショットをぴたりと寄せまして、鈴木もこのホールバーディーです。そして今日スコアを3つ伸ばしましたキム・ハヌル、9番、このイーグルパット、これが入ります。17番でもセカンドショットをピンに寄せまして、ここもバーディー、16、17と連続バーディーでキム・ハヌル4アンダーで2日目を終えています。圧巻だったのはシン・ジエ、ディフェンディングチャンピオン、まずは1番からでした。この1番でバーディーを奪いますと2番、3番と3連続バーディー、スコアを伸ばして迎えた17番、完璧なショットでピンに寄せてきます。この17番もバーディーとしまして、最終迎えた18番、各選手が苦しんだこの18番のグリーン完璧に読み切りまして、この日スコアを6つ伸ばしたシン・ジエ、トータル7アンダーと2位のキム・ハヌルに3打差つける見事なゴルフをこの2日目見せています。シン・ジエを追いかけるキム・ハヌル、そして日本勢の渡辺、鈴木愛、大会3日目、どの選手が出てくるでしょうか。